天皇陛下万歳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 万万歳！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 各国から指名手配されるただ一人の政治家、日本国民党代表前葛飾区議の鈴木伸之です。皆さん、こちらね、一番見慣れてる橋、皇居正門になります。外国へお出かけになられている。ただこの橋を使います。この奥が有名な二重橋になります。で今日ここで本来でしたらね、武漢から始まったコロナウイルスがなければ今日は天朝節の良き日ですから、二重橋を渡って、陛下の言葉を賜るところだったんですよ。ですけれども今日は一般参賀ございませんのでね、しかし先ほどから見てても多くの国民がこちらへ来て天皇陛下のお祝いの万歳参集して来てます。天皇陛下、誠におめでとうございます。